皆さん、こんにちは。サンリオピューロランドライブエンターテイナーのナッチこと阿部なつみです。よっ、ナッチ。そして、はい、同じくライブエンターテイナーのみほちゃんこと菊池美穂です。みほちゃん、ふぅふぅ、サンキュー。さあ、私たち、はい、なんと、うん、今回、地区 YouTuberずっと憧れてて、うんうん、しかもなんといってもメルちゃんの10周年のアニバーサリーを一緒にお祝いできるということで、はい、本当に嬉しいです、ね、とっても可愛いメルちゃんの10周年を、ね、お祝いできるなんて、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、さあ、で、うん、そしてお後ろにもなんと、うん、そう、メルちゃんがずらっと並んでますよ、皆さん。そう、こちら、うん、私数えたんですけれども、本当かしら、10人のメルちゃんが、はい、並んでおります。あ、本当だ。そう、10周年だから10人。そしてここに11人目のメルちゃんがいます。なんかいつもと違ったメルちゃんでね、可愛、うん、いドレス着てますね。そうなんですよ、10周年のアニバーサリードレスを着てるんですよね、はい、そしてなんと私たちもね、ちょっと似てる、ちょっと意識して、ね、このリボンとかもね、そうなの、着てますよね、メルちゃんとお目かけしてきちゃいました。はい、着ちゃいました。さあ、ということで今回は4月23日から始まる Wish Me Mel 10周年アニバーサリー、メルの七色チャレンジの食レポ&グッズ紹介でーす。イエーイ、やったやった、10周年おめでとう。違うかな。オッケーオッケー。じゃあね、メルちゃんの七色チャレンジということで、はい、今回10周年を記念して、はい、メルちゃんがいろんなことに挑戦してるんですよね。そうなんですよ、うん、仲間たちが用意してくれたドレスがとっても素敵で、そのドレスに似合う素敵なメルになりたいという思いでチャレンジしていくので、うん、私たちも応援したいですよ ね応援しちゃうよね。なんといっても可愛いですよね、理由が、ね、そうだね、うん、もうこの今でも十分似合ってるのに、うん、確かにさらなる高みをね目指していく。はい、ちょっと気にしないでいきたいと思います。空気が、ごめんなさい。はい、ちょっと皆さんも気にしないでください。はい、さあ、そんなね、うん、ちょっととても頑張り屋さんなメルちゃんなんですが、はい、まずはそのチャレンジの一つ、うん、美味しいものでみんなを喜ばせようということで、うん、なんとメルちゃんが自らメニュー作りにチャレンジして、はい、その完成したメニューを私たちで食リポしていきたいと思います。はい、思います。こちらです。じゃーん。ずっとしてたんですよ。かわいいね。かわいい。ちょっとタベも私からはちょっと後ろ姿しか見えないんですけど、はい、こうどんどんとメルちゃんの顔が並んで、気づいちゃった。え、何？教えて教えて。何ですか？何？気になる。ご飯からのデザート。完璧なんですよ。完璧なコースですよ。完璧ですね。メルちゃんとのエピソードとかちょっと聞いていきたいと思うんですけど、はい、みほちゃんは何かありますか？はい、私はメルちゃんと Wish Me Mel のチャンスフォーユーというショーでね、うん、私たちご一緒させてもらってるんですけど、はい、いつもメルちゃんがショーが始まる前に一緒に頑張ろうねって言ってやってくれるんですけど、うん、もうそれが本当に嬉しいし可愛くて、うん、もうね、出る前から頑張ろうってあったかい気持ちになります、チームが一丸となります、メルちゃんのおかげで、はい、そうなんですよね、その優しいメルちゃんの、うん、考えてくれたメニューを早速いただいていっちゃいましょうか、はい、お腹すきました。はい、行きましょう。それでは動画スタート。ウィッシュミーメルメル。はい、それじゃあまず一品目のメニューはメル考案ハートコロッケのホワイトソースオムライスです。イエーイ、イエーイ、オムライス、オムライスね、メルちゃんの大好物のオムライス。そうですよ、嫌いな人きっといないと思いますね。そうですよ、ね、もう見た目からしてね、すごい可愛いですもんね。ねえ、可愛い、こう、ね、なんとも言えないお顔を、ね、してて、ね、メルちゃんのね、お顔がそのまま乗ってて、そうそう、このもじゃもじゃ、もじゃもじゃ、もじゃふさふさ、ふさふさ、ふさふさかな、うん、こうなんかオムライスで、そうだね、形もね、ちゃんと表現されてますね、メルちゃんのお顔の形になってますよ、うん、はい、そしてね、はい、こちらにコロッケが、コロッケだ、そう、もうこれ、そう、ハートの、はい、ハート型になってるんですけど、はい、はい、こちらにメルちゃんの10周年ありがとうの気持ちが詰まってるらしいですよ。美味しそうだな、ね、はい、それではちょっといただきたいと思います。なんですか、うん、すごい、うん、出ました。
生地だ。はい、トロトロしてます。トロトロ。ね、はい。あのこちらささかかってるソースが、はい、あのクリーミーホワイトソースというらしいんですけど、はい、すっごい合います。じゃあ私はコロッケをいただきたいと思います。はい、なんで笑うんですか？なんで笑うんですか？ね、ちょっと、うん、ホワイトソースを、はい、ホワイトかけて、クリーミーホワイトソースですね。さつまいもですかね。うん、すっごいさつまいもの甘み、甘みしっかりしてて、めちゃめちゃ美味しいです。しかも、うん、なんといっても、うん、メルちゃんのありがとうの気持ちがすっごい伝わってきます。ありがとう、ありがとう、ありがとうと伝えたくてその声を届け、はい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 、ね、ちょっと、はい、そうですね、次行きましょう、次行きましょう、このお耳の部分、はい、気になるので、はい、こちらもね、ちょっと食べていいですか？ちくわぶで、かまぼこですかね。あ、ちょっとこれ、切れるかな？切れるかな？頑張れ、頑張れ！あ、切れた！お耳、いただきます！はい。あー！うん！うん！おいしい？うん！おいしいですか？うん！あ、うん！どう？すごい！もちもちしてて、もちもちしてるそうです。めちゃくちゃおいしい！なんかちょっと、お餅？お餅みたい、お餅なのかな、ちくわぶですよ、ちくわぶですよ、お餅じゃない、ちくわぶ、お餅みたい、すごいお餅みたいに、はい、ほど柔らかいですね、うん、はい、美味しいです。皆さんも、はい、このメルちゃんの、はい、メル考案ハートコロッケのホワイトソースオムライス、ぜひ召し上がってみてください、はいはい、メルがメニューを考えている様子はメルの公式ツイッターでも見れるのでぜひチェックしてみてください、はい、ピューロの公式ツイッターでも見れますよ、はい、そしてメニューを食べた感想と応援メッセージもぜひたくさんコメントしてくださいね、はい、待ってます。はい、それでは続いてはこちら、メル10周年ハートアニバーサリードレスパフェです。イエーイ。あ、こちらもメルちゃんが考えたメニューなんですよね。そうなんです。10周年記念にお友達からプレゼントしてもらったアニバーサリードレスを着たメルちゃんがそのままこうしてパフェになっているんですよね。あ、かわいい、なんかこう、うん、層になってるのがすごいドレスをすごい再現されてて、ね、再現されてますね。ね、かわいいですよね。かわいい、しかもお顔がついてるメルちゃん。そうなの、そうなの。こちら、はい、このコーナーで、はい、あのよく出てくる、はい、マジパンではなく、はい、ではないかい、ではなく、マシュマロになってるんですよ。マシュマロ、そう、ふわふわだ。そうそうそう、メルちゃんのね、ふわふわな感じが、ね、そうだね、食感でもふわふわなメルちゃんということで、はい、はい、かわいい。そうね、これ乗ってるのは、うん、乗ってるのはダークチェリーですね。はい、ね、すごい、かわいいですね。そう、なんかツヤツヤして、うん、なんかちょっと使ってます、ね、何かに。確かに使ってますか、うん、生クリームに使ってますか。生クリームに使ってます。一番下がストロベリーソース、果肉入りのストロベリーソースで、はい、2段目がココアビスケットになっていて、はい、その次にストロベリーホイップ、うん、ストロベリーホイップ、そしてその上にさらにフランボワーズソース、フランボワーズソースが入ってて、はい、その上にヨーグルトホイップ、またホイップ来るんですか。そう、ホイップ2つ目、ヨーグルトホイップで、その上にスポンジがこう蓋のようになってて、そしてその上にさらにホイップクリームが、わー、そう、乗ってるんですよ。よだれがちょっと出てきそうなんですけど、はい、ちょっと拭いていただいて、うん、じゃあ早速食べちゃってください、はい、いただきます。あ、でもいっぱい取って、メルちゃんのメルちゃんお口ないでそれだけ皆さんいっぱい乗ってるということです。そうです、もう盛りだくさん、盛りだくさんです。ちょっとじゃあ大きなお口で失礼します、うん、はい、あ、大きなお口、うーん、どうどうどう、出ました、グー出ました。皆さんめちゃめちゃ美味しいです。美味しい、どんな味がするですか、うん、あ、もちろんもちろん、いっぱい食べて、やっぱ下の方まで、うーん、美味しい。下の方はストロベリーの果肉がすごい入ってて、うんうんうん、なんか酸味があるんですけど、うん、それをなんかホイップがいい感じでクリーミーにしてくれてて、そうだよね、はい、で、ココアのね、うん、サクサク感も楽しめて、食感もね、すごい、そう、食感です、ね、めちゃめちゃ美味しいです。すごい盛りだくさんです。私は、はい、このメルちゃんのお顔をちょっといただいていきたいと思います。大胆、うん、ちょっとこの王冠も、はい、王冠も乗ってるんですよ、ね、皆さん、そうですね、そう、王冠ちょっと外して外してね、本当に食べたんですか。本当に口がもちもちして食べちゃうらしいですよ。メルちゃんが見つめてきます。すごい、耳を持って耳を持って、ちょっと層のついてない耳を持って、はい、さあ、ごめんね、大好きだよ、大好きだ、あ、
くり一口でいきました。うん、お口いっぱい。うん、美味しい、美味しい。なんか甘く落ち着いて、美味しい、よく噛んで。なんか普通のマシュマロより美味しい、はい、感じます、私は。すごくふわふわしてますか。ふわふわしてる、めちゃくちゃもちもち、ふわふわしてるらしいですよ、うん、ね、下にどんどん行ってもね、いっぱい入っているので、うん、皆さん、ね、掘っても掘っても美味しいが続きますよ。そうそう、うん、しかもね、こう、うん、ちょっといっぱいの層になっているから、こう、うん、上の方だけとか、はい、ね、一緒に食べたりとか、いろんな楽しみ方ができると思います、はい、そしてですね、はい、こちらのメニューには、はい、なんとノベルティがついてくるんです。ノベルティ、うん、なんだろう。ちょっとお見せしちゃう。あ、見せますね、うん、そうですね、せーの、じゃーん、ノベロサイドです。こちら全部で12種類あるんですよ、うん、はい、そしてね、メルちゃんと11人のお友達が、はい、うん、友達ですね、そう、後ほど紹介させていただくんですけれども、はい、今回発売するメルちゃんのアニバーサリードールを、うん、そうなんです、持ってる写真になってるんです。見えますか、皆さん。見えますか。10周年の記念のコスチュームをメルちゃんも着ていて、そうなんですよ、ね、そしてこのお友達のには、はい、なんかこのメッセージが、メルちゃんへのメッセージが入ってるんですよ。10周年おめでとうって書いてあります。優しい。さあ、ね、そしてこの、はい、ね、ノベルティはランダムになっているので、うん、そうなんですね、はい、そう、何が出るかお楽しみになってます。楽しみですね。なので皆さん、はい、ぜひこちらもゲットしてみてください。はい、はい、さあ、というわけで、うん、いうわけで、メル10周年ハートアニバーサリードレスパフェ、はい、皆さんもぜひ召し上がってください。召し上がってください。美味しかった、もっと食べたい。美味しかったですね。さあ、それではこのテンションのまま、はい、うん、メル10周年グッズも紹介しちゃいましょう。はい、イエーイ。なちさん、うん、何、私やりたいのあるんですけど。やりたいの、あのほら、うん、テレビでよくやってる、あ、あれですね、あれですね、飛んで消えて出てくるやつです。ワープしちゃうやつですね、はい、ワープしちゃうやつです。ちょっとやりたい。カメラマンさん、編集よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、勢いよく飛びましょう。わかった、 OK ですか。うん、はい、準備して、ちょっと準備して、準備していきましょう。準備運動もして、はい、じゃあ、それじゃあ、いきますよ。せーの、ジャーン。うわー、みるちゃん来てくれたの。どうしたの、どうしたの。ねえ、お衣装とっても素敵だね。ちょっと可愛い。そうそう、ね、私たちも似てるね。そう、おめかししてきちゃったの、ね、かわいい。そう、ね、このコスチュームね、はい、お友達から10周年の記念にプレゼントしてもらったんだよね、うん、ね、そうだよね。イベントタイトルにもある、うん、メルの七色チャレンジは、このドレスを着こなせる素敵なメルになるためにいろんなことにチャレンジしているんだよね。何、うん、チャレンジしてる、ね、私たちも応援してるからね、うん、応援してるよ、頑張ってね。はい、それでは一つ目の商品はこちら、はい、アニバーサリードールです。はい、こちらです。かわいい、かわいいですよ ね、めちゃめちゃかわいい。そう、このメルちゃんの、うん、さ、お衣装と、はい、そう、もう本当にそっくり、細かいところまでね、そうなんですよ、再現されてますね。そう、このね、バッグはね、うん、そう、ちゃんとついてて、かわいいお手紙だ。そう、しかもここ開くんですか。開きますね、ちゃんとお手紙入るようになってます。入るの、入るんだ。すごい、すごいね。しかも、そう、肌触りもふわふわですか。とってもふわふわ。どう、メルちゃん、どう、どう、どう、似てる、どう、どう、どう、あー、大きいな。そうですよね、気持ちいいよね。かわいい。そうそうそう、とってもこちらね、ブロマイドでもね、メルちゃんの仲間とメルちゃんもね、みんな持っててくれたんですよ。そう、はい、ね、かわいい。そう、これを、ね、ちょっと、あの、購入していただいて、はい、あの、ブロマイドと、はい、同じ場所でね、こう、同じコードとかで撮ってもらうっていうのもいいですね。うん、うん、しかもね、ギューってするのにちょうどいいサイズですよ。あ、かわいい。皆さん、きっとギューしたら幸せな気持ちになりますよ。幸せな気持ちになります。すごい、落ち着く。いい、落ち着く、ね、美穂ちゃんも持ってみて。かわいい。この絵が、メルちゃんにしちゃった。かわいいです。はい、じゃあ皆さんもぜひチェックしてみてください。はい、続いての商品はマスコットホルダーです。イエーイ、かわいい。こちらお色がピンクと白のホワイトですね、うん、2種類あるんですけれども、こちらピンクの方はサンリオピューロランドとピューロランド公式オンラインショップとハーモニーランドの限定の商品となってます。ここでしか買えないんですね。そうなんですよ、かわいい。かわいい、ね、デザインはね、一緒だ
けどちょっと色が違いますね、うんうん、しかも私ピンクで、うん、なんかお気に入りのポイントが、うんうん、はい、このお花もピンクになってるんですよ。皆さん見えますか？お花、あ、こちら、あ、YouTuber、 YouTuber だやりたかったやつ、私もやりたい、私もやりたい、はい、ねえ、かわいいメルちゃん、ね、そう、見て、ね、メルちゃん、ピンクのメルちゃんだよ、かわいいね、かわいい、ね、こちらね、1個1個でもいいけどね、やっぱ2個持っても皆さんかわいいと思いますよ。なんかセットでこうやってね、うん、ね、置いといてもかわいいし、うん、これチェーンがついているので、はい、ね、いろんなとこにつけ つけてください。メルちゃんと一緒にお出かけできるね、はい、かわいい、大きさもなんかちょっと、うん、ちっちゃすぎず、確かに大きすぎず、うん、ちょうどいい、ちょうどいいサイズですね、そうそうそう、ちっちゃすぎないところがすごいおすすめですね、はい、かわいい、うん、めちゃくちゃかわいい、皆さんもぜひ両方チェックしてください。はい、それでは続いてはこちら、エンボス缶です。はい、かわいい、なんかちょっと他のグッズとお色味が違って、うん、なんかパステルで ね、それもまたすごいかわいいです、はい、しかもやっぱね、10周年のメルちゃんが真ん中にね、いるよ、メルちゃん、ね、ほら見て見て、うん、かわいい ね、はい、ちょっとドレスの色違うけどそこもまたかわいいです ね、かわいいよね、うん、そう、しかも、はい、これ中が何、そう、こんな、すっごく可愛いメルちゃんが、いい、しかも見てください、アニバーサリードールがいますよ、これ絶対開けておいといても可愛いし、うん、確かにこっちもね、とっても可愛いので、はい、これをね、やっぱりこう、閉じても可愛いし、開けても可愛いっていう、うん、しかも気づいちゃいました、はい、気づいちゃった、また気づいちゃった、メルちゃんが、うん、ウィングしてますよ、メルちゃんウィングしちゃったの、入るんじゃないですか、確かに、うん、それこそブロマイドを入れておいてもいいですよね、確かにね、折れちゃったりするもんね、はい、ブロマイドって大事にいっぱいね、うん、入れてもらって、はい、はい、そう、ちょっと何でも入ると思うので、はい、皆さんもぜひ買ってみてください。はい、さあ続いての商品はこちら、フェイス型がバッグです。噛んじゃった、フェイス型、皆さんフェイス型バッグです、バッグです、はい、すごい、そう、ちょっとメルちゃん見て、これメルちゃんのお顔が、そう、バッグになってるんですよ、バッグ、あ、すごい、お顔が2つある、かわいいよね、かわいい、そうそうそう、どうどうどう、変わってる、サンプルが可愛い、あ、もう可愛い、自分で可愛いって言っちゃう、ね、メルちゃん、そっくりだね、もう、ね、どっちがメルちゃんか分かんなくなっちゃう、こっちか、こっちか、ごめんごめんごめん、そう、かわいい、しかもこれ、はい、この開けるところもとっても可愛くて、はい、本当だ、ハートなんですよ、ハート、可愛いよね、これありがとうの気持ちですかね、そうだね、きっとね、詰まってると思います、ねえ、詰めたんだね、そうだよね、そう、側面もね、はい、すごいピンクで、うん、すっごい可愛いんですよ、しかもお耳がね、うん、ドットドットから、そこも可愛いですよ、本当だ、はい、すごいこだわりポイントがね、たくさんありますよ、ね、しかもこうちょっと形、はい、待ちっていうのかな、ちょっとね、はい、こう四角くなってるから、はい、中のものもこうごちゃごちゃってならないで、確かにそうですね、そう、ちゃんと整理できる、しかも中はね、はい、ちょっと見えづらいんですけど、ポケットもついてて、ついてますよ、入れられるんですよ、はい、はい、かわいい、ね、かわいいね、はい、続いての商品はカップ&ソーサーでーす、ね、ーかわいい、かわいい ねー、メルちゃんすごーい、ねー、うん、なんか、うん、マグカップとかはね、よく見ますけど、うん、こういうね、品があるカップ&ソーサーは珍しいんじゃないですか、ねね、うん、あんまり見ない感じだよ ね、はい、ねすごい、これになんかお茶とか入れていただいたりなんかして、ちょっと失礼して、今、はい、今かな、こういう感じでお天気のいい午後に一杯召し上がってください、あら、優雅、優雅です、メルちゃん、これはあり、あり、あ、どうどう、あり、オッケー、あ、メルちゃんも飲みたい、いや、一緒に飲みたいね、ねえ、ね、そうだよね、見てください、うん、ここにもちゃんとビシュミメルって、ね、メルちゃんのね、書いてある、書いてあって、しかも下もね、10周年、はい、アニバーサリーってちゃんと書いてありますよ、はい、ね、ここはメルちゃんのお顔がね、10周年アニバーサリーのお顔が載ってますよ、ね、なんかメルちゃんと一緒にお茶してる気分になれちゃう ね本当にかわいい、すごい高級感があって、ね、ちょっと大事に扱わないとですね、割らないようにプリプリしちゃう、すごいプリプリしてる、すごいプリプリしてる、はい、無事置けました、はい、続いてはこちら、
アクリルキーホルダーとプチトールでーす。かわいい。かわいいですよね。キーホルダーも、はい、ね、リボンがついてて、はい、リボンがついてもちょっと手の大きさと合ってないけど、うん、見えますか、ちょっと意味あるのかわかんないですけど、うん、かわいい、ね、そう、座ってるビジュアルのヘルちゃんがいますよ、はい、そしてこちらも、はい、そう、しかもこちら私のお気に入りポイント、はい、お気に入りポイント、ミニタオルじゃなくてプチタオルなんです。そう、ミニじゃなくてプチなの。そう、そこが私のポイントです。かわいいですね、ちょっとかわいいよね、プチなんですね。そう、プチタオルなんです。いい、でもね、はい、本当にちょうどいい大きさで、うん、ね、そう、フリルもついてて、そしてこちらにワンポイントで、はい、メルちゃんがついてるんですよ。これ畳んでも見えるやつですね。そうそう、こうやって、はい、畳んでもメルちゃんが見える。そうなの、そうなの、メルちゃんの顔が ね、 ね、ハンカチはね、いっぱいね、使いますからね、今の時期ね、とても使うので、はい、うん、はい、すごいおすすめですね、はい、こちらも可愛いですよ、うん、ね、はい、なんかね、ちょっと品があるバッグとかにつけても可愛いんじゃないですか。そうだね、うん、はい、ね、うこのバッグとかにね、つけてもね、あ、すごいメルちゃんだらけになっちゃうね、はい、メルちゃんおすすめです。すごい喜んでる、喜んでる。ね、とても可愛いと思います。はい、次は文房具系2つです。はい、こちらボックス入りボールペンと A4 のクリアファイルです。ね、どっちも可愛いね。やっぱね、文房具系はね、うん、どなたでも絶対使うと思うので、学生さんでもね、大人の方も使うと思うので、可愛い。しかもこちら、ね、前にメルちゃんいるじゃないですか、うん、後ろにもメルちゃんがいるんですよ。そんなところにもメルちゃんが、ね、可愛い。そう、はい、ボールペンも、はい、ここにメルちゃんのお顔が、ほんとだ、メルちゃんの顔がとっても可愛いんです、ね、見て見て、ほら、どうどう、これもね、可愛いよね。いい、そうだよね。しかもね、やっぱアニバーサリー感がすごいですね、うん、そうそうそう、 こちら側面にも10周年アニバーサリー、ビッシュミーメルって書いてあって、うん、はい、そうなんです、10周年感がもう、はい、溢れております。かわいい。しかもね、赤なのもね、ちょっとメルちゃんのドレスのようで可愛いですね。そうそうそう、でもね、高級感もあって、なんか子供っぽくもないし、はい、すごい、うん、いい商品だと思います。はい、はい、次はクッションとカチューシャでーす。カチューシャでーす。かわいいですね、はい、こちら見てください、クッション、うん、ね、真ん中にメルちゃんが大きくいますよ、ね、しかも肌触りもすっごく滑らかで、ね、ほわほわです。はい、しかも裏はちょっとキラキラしたピンクの生地になってて、これもね、高級感あって、かわいい、すっごいかわいいです。このね、なんて言うんですか、はい、もしゃもしゃパステル、もしゃもしゃパステル、もうすっごいなんか高級感が溢れてますね。かわいい、かわいい、ね、そしてカチューシャも、うん、なんかこれすごい私びっくりしたのが、はい、なんかもっとツヤツヤなのをね、ちょっとイメージしてたんですけど、カチューシャっていうね、ちょっとマットな感じっていうんですかね、はい、そう、すごいなんか馴染みがあってね、すごい私好きです、これ。確かに、そう、しかもメルちゃんのお顔があって、ついてて可愛い。これただね、なんかお耳とかじゃないから、うん、どこでもちょっとお出かけする時とかにもね、そうそうそう、おリボンでね、つけていけそうだよね、うんうん、メルちゃん、ね、なんかもしね、ピューランドとか以外でも、うん、そう、おリボンつけたいなっていう時は、はい、こちらつけていただけると思います。そうですね、ね、うん、いつでも一緒ですね、メルちゃんとこれで、ね、そうだね、これつけたらいつでもメルちゃんと一緒になりちゃうね。はい。はい、ウィッシュミーメル10周年アニバーサリー、メルの七色チャレンジのグッズ紹介でしたが、皆さん気になるグッズはありましたか？あ、なるほど、なるほど、なるほど、なったんですね、うん、そうなんですね。あ、じゃあメルちゃんはどれが気になった？どれかな、どれかな、教えてよ、うん、どれどれ、うわ、ね、迷っちゃうよね、迷ってますね。あ、全部、そうなんだよね、全部可愛いですもんね、うん、全部可愛いからね、ちょっと選べないよね、うん、はい、うん、じゃあ、なっちはどれが気になりました？私はちょっと2つ気になるのがあって、すごい、そう、こちらの、はい、カップ&ソーサーと、あー、かわいい、そう、あと、そうですね、こちらのアニバーサリードールがちょっと気になって、いい、そう、私の、うん、そうそう、このアニバーサリードールをちょっとこう、はい、目の前に、ね、そう、置きまして、そう、こちらのカップ&ソーサーで、はい、ちょっと優雅にお茶を飲んでいただくっていうのが、いい、そう、ちょっとやってみたいことですね。確かに、うん、すごい優雅なティータイムが過ごせそうです。はい、うん、みほちゃんは、みほちゃんは、私はやっぱすごい悩んだんですけど、うん、やっぱりこちらの、よいしょ、失礼します。あ、こ
このクッションがすごい可愛いなと思いました。やっぱね、今おうち時間もありますから、クッション、あ、クッションね、こうソファーとかに置いて、うんうんうん、こう一緒にこういう感じでテレビなんか見たり、リッチですね、はい、めゆちゃんと一緒になんか時間を過ごしたいなって、ね、はい、思います。はい、ね、たくさん他にも可愛いグッズがあるので、はい、皆さんもぜひチェックしてみてください。はい、はい、グッズは4月19日月曜日10時からサンリオピューロランド公式オンラインショップでも発売しますので、ぜひそちらもチェックしてください。はい、それではウィッシュミーメル10周年アニバーサリー、メルの七色チャレンジ食レポ&グッズ紹介でした。メルちゃんもありがとうね。ありがとう。さあ、それじゃあみんな最後はみんなでバイバイでお別れしましょう。はい、はい、せ